新規感染者は県発表が97人、静岡市発表が9人、浜松市発表が19人です。合わせて125人で、先週火曜日と比べて11人減り、3日連続で前の週を下回っています。死者の発表はありませんでした。正午時点の病床使用率は県全体で10.1%、 直近1週間の感染者数は1004人でその前の1週間と比べて0.99倍です。